ございますということで今週も始まりました。ショールームの時間です。いや、まだちょっとおはようございます。いい朝ですね、今日も。いい朝ですね、うん、いやー、皆さんおはようございます。皆さんよく寝れましたか？寝れましたか？夢は寝れましたか？ありがとうございます。いい夢は。いやー、ありがとうございました。はい、今朝も集まっていただいて、みんな多分これから出勤だと思うけど、頑張ってください。頑張ってください。応援しております。はい。はい、今日は早起きです。ということで、はい、台本は初めからなんだよね。うん。アッパプガールズ、カッコカリでーす。イエーイ。イエーイ。メイクして眠ってたんですね。すっぴんですよね、うん、これ。そう、うん、すっぴん。これすっぴんだよ。すっぴん、うん、え、何言ってんの？恥ずかしい。すっぴんなんだけど。やだ、みんなすっぴんなの。やだ、まだメイクしてない。はい、ということで珍しく2週連続の戦場カッコカリでございますが、うん、今夜もどうぞお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今夜って言っちゃった。なんと、はい、サホさんは先週の配信でソロライブの詳細発表、はい、そしてリリースの件も発表したの？そうです。え、リリースって何？あ、リリースっていうか、まあ、音源化しますという、ソロ曲を音源化しますっていうですね。いや、知ってたでしょ。知らない。いや、レコーディングしてたやん。レコーディングのスケジュールみんな見てたやん。あれ、うん、あれです。あ、マジで盤になるの？曲を盤になるかはまだわかんないんだけど、そう、なんか知らぬ形ですね。まあ、配信になるのか盤になるのかって感じですかね。でもレコーディングはしたので音源になるっていうことは決まりました。ダウンロードしよう、うん、すぐすぐダウンロードする。あげれますよ。いや、くれないじゃん。余裕は余裕はもらえるのはせめてグループの CD ぐらいです。はい。ソロライブ改めていつですか？4月5日です。4月5日、サンドグランドで、はい、ありましてですね、明日までファンクラブ選考受付で、今さっきですね、今日夕方から、ブログ選考も始まりました。あと負けん気のメルマガの選考も始まりましたので、ぜひその3パターンぐらい今チケットゲットできる方法ありますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今日は2人とも、うん、ソフトバンクの本社に行ってまいりまして、はい、取材隊長です。また適当に言ってるけど、ね、取材してきました。はい、結構どういうことですかって。めっちゃね、雑談で話すの超うまくなかった。聞き出すの話うまかった、うまかった、ね、うん、切り出しとかもうまかったし、いいチームワークだったよね。こう目を合わせながらね、でもさ、次言ってみたい。こうやって言えばさ、うん、記事文字になっちゃうからさ、うん、どうとでもなるじゃん。本当は全然そんなことなかったからね。今乗ろうと思ったけど、なんでよ、こんなん言っちゃったらそれとして見るじゃん、みんなそういう体で見るじゃん、ね、違うから。あのね、うん、本当なんかお見合いですかってぐらい、もう本当にああじゃあそうですね、めっちゃここに台本あるんだけど、じゃあもしこれこれこうだったらこう思いますかみたいな。もうもね、そこがどうなるかってことですよ、紙面で。あ、そうですね、うんうん、紙面なのでね、やっぱ、うん、そこはそうっていうところはありました。これが裏話でございます。はい、みんなあんまり言わないでくださいね。ここだけのあれですから。ダメですよ。そうですよ。新型携帯の CM かどうかは、2月28日の発売になるアスキーを、はい、ぜひどうぞ見てください、うん、詳細はちょっと発売まであまり詳しくは言えないのですが、とにかくソフトバンクの本社に行って今日は取材してまいりました。なのでそういう機械系の話だったりとか、なんかそういう電波系の話だったりとか、回線の話だったりとか、はい、そんな感じです。ぜひ楽しみになっててください。お願いします。本日は、関根が MC で、進行を務めていきたいと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いします。よっよっ関根。じゃあタイトルコールいきましょう。せーの、アップアップガールズカッコカリの戦場カッコカリ。よいしょ、ありがとうございました。じゃあ参加方法お願いします。
ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。はい、ありがとうございます。じゃあ現在のランキングを確認していきたいと思います。はい、第3位はですね、サナアツさん。サナアツさん、サナアツさん、おめでとうございます。さあ、そして第2位が2位、これは匠涼介さん。はい、匠涼介さん、おめでとうございます。そして第1位がトシアット台湾さんです。おめでとうございます。こちらですね、番組が終わる本当最後の最後まで1位になれた方には、はい、どちらかのメンバー選んでいただいて、うん、感想の気持ちを込めてメッセージを送らさせていただきますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。お願いします。ポップガールズ過去回の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、各週火曜日22時からショールームで生配信しております。ぜひ生でもご参加ください。はい、今週が本当2週にわたってなんですけども、各週っていうことは変わりはないので、どうぞそちらのほどよろしくお願いします、はい、します。それでは、先週のアップ画をここで振り返っていきたいと思うんですけれども、うん、まずは2月1日アイドリッチカーニバルが、はい、恵比寿リキッドルームにて行われたんですけれども、これが本当1週間半ぶりとか2週間、1週間じゃないぶり、うん、その前の週なかったからね、ライブ、ライブだったんですけれども、久しぶりに大トリを務めてきました、うん、ありがとうございます。2週間ぶりのライブどうだったね。久々でしたよ。久々だわ。久々なのは分かったの。だから久々やったことに対しての感想ちょうだいよ。だ、久々って言ったじゃん、ここでも。そうだそうだ、うん、ちょっとあの話が被ってしまったんですけど、いや、なんかねどうだったんだっけな。楽しかったよね。楽しかったよね。うん、楽しかったよ。嬉しかったな。これはもう切り上げた方が良さそうだね。2週間ぶりね。そう、1週間ぶりっていう楽しさ、うん、ありましたよね、うん、いや、もうその先のこと、うん、そうですね、あけちゃん、ありがとうございます。はい、ということで、あのね、超不安だって、今月トークイベント出るんでしょ。そうなんですよ。大丈夫それで。まあ、大丈夫です。何を思って大丈夫ってそんな言ってる。めっちゃ怖い。なんじゃないでしょうか。まあ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 。っていうのはね、はい、大丈夫かどうかが多分試されるイベントなんじゃないですか。うん、そうだね。まあ、それについては、うん、まあ、この本日は後々、はい、あのたっぷりいろいろ触れたいと思います、うん、まあ、私はそうですね、2週間ぶりのライブということで、あの2週間ぶりなのに、あの大トリも結構久々に務めてきたので、うん、まあ、そういった意味ではイベントを締めくくる大事なポジションでもあったので、うん、結構、その出演順を見た時から緊張してたんですけども、うん、でもね、あの2週間ぶりのライブでもたくさんアップガの時間まで残ってくれて、盛り上がってくれて、そして同じ楽しい時間を作っていただいたっていうのは本当に楽しかったので、まあ、最近はなんかこう大トリをやるっていうことが回数少なくなってきて、なんか割と最後の前とか最後 2,3 個前っていうポジションが多かったんですけど、なんか大トリやってみて改めてなんか締めくくるっていうのも楽しいなって思いました。素晴らしいコメントですね。ありがとうございます。こういうの言って欲しかったのに、久々だったね。まあ、個性これがサホちゃんだから、これが言いたかったんですよ。つまり、あの詳しく言うとそういうことですよね。そういうことだよね。一緒、楽しかったんです。楽しかったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、うん、あの皆さんに感謝を伝えることがもう一つありまして、あの最近までロードモバイルっていうゲームのアプリを使って、あのアイドルグループチャレンジをやってたんですけれども、はい、あの残念ながら広告出演権獲得にはならなかったんですけれども、うん、あのたくさんの皆さんがあの今回ギルドに参加していただき、うん、そして最後の最後まであのギルド教頭の方に協力していただいたのは本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。結構アップガ自体が、あ、また先に喋ろうとしちゃった。うん、先行こう。はい。どうだった？今回戦い。楽しかったですよね。なんか私。ちょっと待って、楽しかったんですよ、本当に。あんまり普段ゲームをやらない人なので、そうだね、はい、うん、なんか
難しいところとかもあったりとかしたんだけど、うん、まあみんなで一緒にやるみたいな感じだったから、うん、みんながすごい教えてくれたの、うん、全部詳しくここはこうした方がいいよとか次何したらいいかなこれだよみんななんかうん、チャットみたいなことでそうだからすごい楽しくなんか一人じゃないから、うん、なんか毎日の日課になってて朝すぐに見て、うん、お城が燃えてないかチェックしてでみんながなんか木とかいっぱいお米とか送ってきてくれたりとかしてくれてすごい優しいなって思ってもう感動したよ私はもういや私一番この、うん、まあ、まずギルド教徒っていう期間が始まる前に、うん、準備期間があるんですよ、うん、それぞれの城レベルだったりとか兵力を上げたりとか、うん、そういう期間があるんですけれども、まあ、その時はやっぱみんなそのイベントとか関係ない他の敵さんチームになるべくこう刺激を与えないように、うん、なるべく敵にされないように過ごしてたのにその中サボアカリはこの隣のお城って攻めていいのっていいよってコナちゃんが言ったらもう全然関係ない人のお城燃やしてもうなんか自分そんな人いるって思って違うなんかやり方が分からなかったの、うん、どうやなんでこうみんなお城が燃えたりとかでその場で燃えたこともなかったのよそれでそうみんな何をやってんのって話になって、うん、でここをこうやったら、うん、そう攻撃するんだよみたいに言われて、うん、ちょっと試しにやってみるねって言ってやったらその何のね本当申し訳ないです多分一人で立ってた申し訳ないそう分かんないところを燃やしちゃってその日からなんですよもう毎朝のようにお城が燃やされてたよねなったのはねやっぱ人にはそう悪いことしちゃいけないなって思ってねゲームで学んだそう学んだでもなんかすごくいやなんかねやっとねやっとじゃないけど昨日ぐらいからね、うん、めちゃくちゃ楽しくなっておせえおせえよもう言っちゃうけどおせえよいや楽しかったんだよ、うん、楽しかったんだけど、うん、そのやっぱもう最後だって最後の追い上げだみたいになった時に、うん、なんかそのアイテムめちゃくちゃ残ってたの、うん、なんか使いどころが分かんなくて、うん、何に使えばいいんだろうみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ残ってたのを、うん、でも終わるから全部使おうみたいな感じで全部使い切ろうと思ったらめちゃくちゃ兵士が増えたの全部そこに使ったら、うん、そうすることによってやっぱ自分も強くなったから、うん、なんか勝てるようになって楽しくなってきちゃったところだい終わっちゃったからもうだいちょっとねもっとやりたかったなみたいな気持ちはありますよね遅かったんだなスイッチ反応があそう、まあ、今回のねロードモバイルはさっきサホも言ったように、うん、本当そのギルドが今回3つあったんですけども、うん、そのギルド内でチャットでなんかいろいろ情報交換したりとか協力性したりとかなんか一緒にチーム組んでどっかの強いボスに挑むとかなんかそういうのをできて、まあ、違うチームだったもんね違うチームだった他のチームで何が起きてるかとか全く知らない知らないでも結構やってたでしょ強いイメージだよこのチーム強いイメージイエーイっていうのそうなんか最初の方に課金していいですかって、うんうん質問が来ていいよって言ったら一気にみんなければガンって上がるすごいやっぱこれ言っちゃいけないけどねえすごいよね、うん、確かに世の中はやっぱこうやって回ってるんだなって思うとそうなんですよでもそういった面では今回はなんかその挑むってことだけじゃなくてなんかファミリーのみんなとそういう面でも楽しめたから、うんまあ、結果的には広告出演権は取れなかったけどもファミリーの皆さんとそうやって交流の場ができたっていうのはすごく楽しかったです、うん、だからまたこうやってねなんかロードモバイルじゃなくてもなんかいろんなまたアプリでなんか対決っていうのが出てきたら皆さんどうぞ協力よろしくお願いしますそして次ですね、うん、先週サホさんはまさかの知らないで、うん、古川さんのみ知っていた3月21日の件、皆さん知っていますか知っていますか発表になりましたね発表になりました、皆さん覚えていますかコメントで書いてください一人一人書いたら分かっちゃうんだけどねせーの、はい時差があるよそっか、時差があるんだあ、来た、一人目当たり、はい、早い、ヒロさん早いヒロさん早い、優勝そうなんです3月21日、種子島どこでもライブ大作戦第2弾が発表になりましたイエイイエイまさかのまさかの第2弾今回はですね発射台の近くから種子島宇宙センターの、うん、
車上全景を眺めることができるところでライブするんだそうなんですよ、すごい車上初めて読んだ確かにあんま使わない、使わないですよねっていうことで、あのまさかの初の島へ、知らなかったですよ、種子島、種子島を知ってるよ、違う行くの、行くの知らなかった、うん、ほなちゃんだけ知ってて、なんか行く匂わせてきたの、すごいなんかね、言ってましたよね、え、なんで知ってんだろう、なんか島に行くんだって、あ、島じゃない、なんか言ってきたんですよね、なんか言ってきて、そっから私はもう種子島だって言ったんだけど、うん、すごいよ、そう、よく言ったよ、そういやここから楽しみだよ、行ったことないもん、行ったことある、ないでしょ、種子島はマジでない、聞いたことがあるっていうぐらい本当に、で島とかまず素敵な、インド派だから行かないからさ、確かに行っても自宅から50メートル規模50メートルレベルだから島ですよね、島だから今回なんかその島へ行くにあたって交通手段がすごいんですよね、あの船、そう、飛行機と船、船どんぐらい乗るんですか、確かに船どんくらい乗るんですか、船酔い、私海怖いです、船酔い本当にやばいんですよ、あの日に日にやばいんです、私海怖いんですよ、こんなネガティブばっか言ってもしょうがないから、確かにそう、まあいろいろあるけど、めっちゃ慣れとこう、船当日毎日乗ろう今、2人がめっちゃ不安なことぶちまけて余計不安になっちゃったまあそういった意味では、あのいつもはなんかこう、なんだろう、ペリー来航どこ、それペリーじゃねペリーは普通、ペリーペリーペリーはでも人フェリーだよ。だかもえ。さあ、はまんないでそこで。ね、そう。フェリーと船って違うの？そうですか。そうなんだ。うん、形が違うから。あ、フェリーはでかいからそうそう酔わんやろ、だって。よっしゃ。そうなんだ。そういうことなの。うんもうフェリー来航でなっちゃったコメントがもうさそういった意味でね、あのまずはその移動の段階からいつも の, あのツアーだったりとか、今回バスツアーもあるんですよね、あ違うツアーだ、普通のツアーだ、あフェリーツアー的なってこと、違う、あの種子島ツアーみたいな感じ、種子島ツアー、うん、そんな感じでツアーも同時に組まれてるんですよ今回は、うん、その行くだけ、うん、ライブするだけじゃなくて、あのツアーも今回組まれているので、うん、なんか普段はそのあの飛行機で移動してもらってバスでっていうのがオーソドックスなんだけど、うん、あのそれにプラスして今回はフェリーもついてくるので、あのまあ、そういった意味ではいつもとは違って、なんかこうみんなで一緒に島へ行く楽しみっていうのは生まれるんじゃないかなって思ってるんですけど、中でも関根が楽しみにしてるのは、うん、あの安納芋、安納芋のものを食べるのがすっごく楽しみで、まあ、それこそね多分あんまりツイッターとかには載せてないんだけど、何ちょっと安納芋っぽくない、安納芋違う真っ黄色むしろ蜜みたいな色だからねこれじゃないだったらこっちの色の方が近いもうやだ本当に意識して着てきたんだけどここまでにしときなさい、その話になるかなと思ってありがとう、うん、じゃあ皮はどこ、皮、皮、うん、これ中身の色やん、剥いてきた、あいい、あということで関根は安納芋が有名だから、あの結構普段から安納芋アイスとか、あとそれこそあのどっかのお寺でお参りしに行った時に安納芋の焼き芋を売ってた屋台があったの、うん、普通のお芋じゃなくて安納芋の焼き芋を売ってるところがあって、結構そこは見かけたら行くレベルであの好きで、だからそういった意味では、そのロケットの発射近くでライブっていうのもすごく楽しみなんだけど、うん、個人としては安納芋を堪能するっていうことが、うん、ちょっと第二の楽しみではあります。さほさんは、私はね、うん、いやもうだって島っていうとこが
楽しみですよね。そうやな、そもそもな景色めっちゃ綺麗でしょ。うん、いいよね、自然の中でやる感じよ。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。こちら、3月21日からなのでぜひ予定があれば皆さん遊びに来てください。お願いします。今回そのツアーの方も、うん、あの特典が結構盛りだくさんに盛り込まれていますので、うん、詳しい情報はあのサイトの方をご覧ください。あの結構訪問しに行ったりとかね、いろいろ行くか迷ってます。迷わないで、もう行くのよ。あ、それかね。コメントで私が迷ってるわけないでしょ。だって言うじゃん、よく訪問行こうか迷うなって。迷っちゃうんだけどね、すぐ迷っちゃうんだけどね。いや、今回はもう迷ってないですよ。来ますから、来てください、みんな来てください。ということで、はい、振り返りトークはここまでにしまして、はい、皆さんお待ちかね、サホさんが今月ソロでトークイベントに出るということなので、はい、あのコーナーを一つ用意しましたので、早速そちらのコーナーに行きたいと思います。ということでタイトルコールどうぞ。よくあるエピソードトークを改めてやってみよう。はい、ありがとうございます。はい、最近はですね、イベントや配信で、ソロでの出演も増えてきているアップガですが、はい、グループの時は比較的公式な質問には、うん、新井さんや森さんが答えがち。確かに、ね、ということで、一人で出演しても、出演しても大丈夫なように、よくいじられるような質問を、準備しました。どうやって答えるのが正解かを考えるために、うん、普通によく聞かれる質問がボックスに入っております。それを今からお互い一人のつもりで質問にそれぞれ答えます。そして皆さん、どっちが良かったかっていうものを後ほど投票で決めたいと思いますので、皆さんトークをよーく聞いていてください。よろしくお願いします。じゃあ話先にする。じゃあサホさん、やだ、お題を2つ用意するから、うん、2つ、うん、その2つをじゃあ1人で答えて、はい、まず1つ目やってみよう。うん、はい、2つ、はい、この2つをじゃあサホさんに。うわ、むずい。これアイドルって大変ですか。もうむずいという質問ですね。それではサホさんのトーク、これ何秒とかありますか。あ、特にないって答えればいいの。うん、よーい、スタート。そうですね、まあ大変なこともいっぱいあるんですけれども、でもやっぱりステージに立ってファンの皆さんの笑顔を見ると全部吹き飛びます。うまい、うん、うまい。笑っちゃダメなんだって最後で。いいよ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 、いいよ、模範解答ですよね。お、いいよいいよ。あ、どん、次、関根さんって怖いんですか。なお題交換戦。じゃあそれではよーい、スタート。そうですね、すごく怖い時もあるんですけど、ファンの皆さんの笑顔を見ると全部吹き飛びます。もうやだ、バラエティ本当に。もうバラエティじゃん、本当に。トークとか以前にバラエティに向きすぎな。なんでよ。ほら、みんなもうええとかなってるやん。これ、もうどうする？もういいか悪いかで判断してもらえます？良かったか悪かったか。1が良かったか、2がまだまだ反省点ありということで、どっちがいいかってこと。そう、1個目と2個目がどっちがいいかって。違う違う、総合して今のトークを聞いて、1番は良かった、うん、2番はまだまだ改善点ありということで、うん、投票していただきます。1か2か、あのトーク内容じゃ、あのこの番号とかじゃなくて、そもそもこのトークが良かったか、うん、その反省点がまだ良かった。めっちゃ良かったでしょ、これは。それでは投票大丈夫でしょうか、準備。それでは行きます、投票スタート。みんな、あの外のあれだからね、外のあれ、外のイベントに一人出た時の答えですよね。そうだよ、大正解でしょこれは。まあ確かにね、うん、とてもいい回答、綺麗な模範回答だった。どうでこれだって、めっちゃあの研修生の時この練習させられるからね、この質問のね答え。
こればっか練習させられるから。ごめんごめん、敵で乗れなかった、ごめん。今素直に考えちゃったじゃん、かたけて。まあ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 、まあ、今はどうかわからないけど、うんうんうん、はなんかすごい、もう偏りがすごい気がする。はい、それでは締め切り5秒前、4、3、2、1、どうぞ。はい、ということで、ね、まだまだ改善点ありが 71.2% ということで、ね、まだまだ頑張ってください。はい、ということで1が圧倒的に少なかったので、佐保さん反省します。もう一回もう一回頑張ってください。次こそは、うん、次こそはちょっとお題が難しい。そうそう、じゃあお題、あ、見る、じゃあお題全部、あ、大丈夫だよ。あ、アップアップって何をアップしてるんですか。おお、喋りやすいやん、これこれ聞かれるよね。ね、じゃあ行く、行ける、うん、それではよーい、スタート。これはですね、常にいっぱいいっぱいになるアップアップ、息がアップアップのアップアップアップと、テンションアップアップのアップアップ、そして、上を目指すアップアップ、それとあとアップ、準備運動をちゃんとするぞのアップアップ、それからですね、よく画面に映るときは前に出ようねっていうアップアップ、その意味が込められております。皆さん騙されないでください。今の言った発言の3分の2が嘘でございます。はい、ほとんど嘘です。でまあ、まあ、言ってることは全然間違ってない、ね、うん、全部言われてきたこと、そうそう、一番詳しく言うとこれなんです、うん、いつもあの短いショートバージョンで答えてるんですけど、フルサイズだとこれになります。あー、これ待って、全部やってみたら面白そう。じゃあはい、次。めっちゃ面白い。アップアップガールズカッコカリのカッコカリって何ですか。これはってもごめんね、なんかお題が同じようなので、それではカッコカリスタート。これはね、あのカッコカリっていうのはうん、その名の通り何にも決まってませんよっていうことなので、グループ名がまだ未定ですという意味のカッコカリ。そしてですね、まだ皆さんも皆さんもまだ知らない未知の私たちがいるよっていう意味のカッコカリ、うんうんうん、そして、サホあかりのカリを取ったカッコカリ以上です。ちょっと待って、さっきのアップアップよりひどい。なんで。むしろさ、回を重ねるごとにさ、あ、これも言えばいいやってなるはずなのにさ、なんで落ちるのよ今。あ、ちょっと良かったなって思ったら、なんで息レベル下がったの。あれあれ、嘘でしょ。一歩進んで3歩以上下がってるからね。難しいよこれ。いや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 、ちょっとこれ難しいかも。なんでアプガさんは怖そうな感じがするんですか。これ怖そうなんだね、もちろんね。これ誰ですか、これ聞いたの、ね、こんなこと聞かれたことないです。誰にですか。怖いって思われてるってことですか。じゃあそれに対してのお話をできますか。はい、はい、それではお願いします、どうぞ。そうですね、うん、本当はとっても優しい5人組なんですけど、それをやっぱり、知られやっぱアイドル界優しい方たちが多いので、キャラかぶりするなっていうことで、やっぱ怖いグループのポジション空いてるんじゃないかって5人で入念に話し合った結果、そこを狙っていこう、そこのポジションを狙っていこうということで、無理してですね、怖い感じを頑張って出そうってしてる結果ですね。本当はとても優しい、心苦しいんですけれども、めちゃくちゃ無理して怖い感じのグループを演じているというところが真相です。あのね、うん、すごいさっきから気になってたんだけど、うん、嘘は言わない方がいい。トークに困るっていうのはすごい分かるんだけど、うん、嘘は言っちゃダメ。本当嘘だった。嘘でしょ。誰が入念に嘘の打ち合わせした。怖い雰囲気で行こうとか言わなかったっけ。言ってないじゃん。勘違いしちゃってた。単純に人見知りする人が多いだけで、アイドルがたくさん出る楽屋って別にうちらは人見知りがすごいから喋りに行かないっていう、うん、
あ、そういうことなの？全然怖いと思われてるっていうのね。それはちょっと初めて聞いたけど、へえ、ちょっとこれは吉田アナも嘘は突っ込めないですよ。そうですよ、今私がメンバーだから。あ、でもその、まあまあ、その時はなんかもうそれで話題がこうトークがつながればいいなって責任は思っちゃうけど。いやいや、あかりがね、もし言ってたら、まあ、それでトークが途切れなければいいかなって思っちゃうけど、ここはダメ。ダメ。関根が今日 MC だから突っ込まさせていただきます。はい、はい、次頑張って。めちゃくちゃあるかもしれない。なんなら最後まで聞けるよ。最近なんて一番面白い話を聞く。難しいね。難しいよね。うん、はい。一番嫌いだね。これアイドルアンケートあるある。なんか最近面白かった話、うん、最近の秘密、うん、それ気になってるね。それはさんって黒帯らしいですが本当に強いんですか。当たり前、当たり前ですよ。いや強いですっていうこと、シンプルに強いですっていうことなんですけども、うん、いやなんかそういう強さみたいなのはひけらかすもんじゃないと思ってるので、うん、まあ、普段はそんなあの出すことはないですし、その素人相手に本気を出すこともないので、はい、はい、みんな本当に強い場面を見ることは多分ないと思います、うん、ない方がいいと思います。それが平和の証拠だと思うので、私が本気出すときはもう何かあったときっていうことなので、うん、それはあのそれがいいことだと思うので、うん、それは本当に信じてください。黒帯っていうのは本当に強い人しか取れないので、持ってるっていうだけでめちゃくちゃ強いっていうのはあの信じてほしい。それは信じてください。だって本当にあるんだもん。本当に持ってるの。別にそこ誰も疑ってない。いや持ってる、持ってるのを、持ってるのは本当なんです、うん、そう、うん、そうなんです。だから強いんですよ。わかりますか。え、それはその持ってて強引なんだよな。だから強いんです。持ってて弱いっていうのは矛盾しすぎてるのも日本語として。あ、そもそも黒帯を取ることに対して黒帯と弱いはもう矛盾なの、それは。うんうんうん、だからまず常識的に考えてみんな、うんうん、その質問がもう意味がわかんない、うん、そうだよね。そう、うん、そういうことです。まあ、そういうことです。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、関根さん、はい、サホさん今話聞いてました。どういうこと。関根さんが聞かれた。え、関根さん、あ、私今話聞いてますとかってことですか。確かに聞かれること多いかも、うん、聞いてますよいつも、うん、じゃあ聞いてるんだけど、うん、なんだろうね、こう自分の中でいる情報といらない情報をここで分けてすぐポーンって捨てちゃうから、私は自分のこの中で、あ、いらないなと思ったらすぐパーンっていっちゃう人だから、空気もすぐ必要な時は向いてるけど、あ、今必要じゃない情報だなって思う時はもうすぐザーンって聞いちゃうから。でも聞いてますよ、ちゃんと聞いてます、お話は、うん、はい。サホさんは聞いてますよ。一語一句逃さず聞いてました。とても面白い話でしたよね今の。すごい共感しました。でもね、これね、本当、まあ、2人ともたまたま AB 型なんですけれども、あの AB、 あ、ちょ、 AB 型じゃなくて血液型くんっていうアニメ見てみてください。血液型くん、そう、血液型くんっていうアニメがあるんだけども、うん、それを見ると本当に分かります。意外とちゃんと聞いてるから。性格の人が、そう、 4人ってこと。うん、へえ、面白そう。 A 型 O 型全部出てるんだけど1人ずつ。面白そう、うん、見て、一回見て。ちゃんと聞いてるから。その A、 あの血液型くんに出てくる AB 型もちゃんと聞いてるのよ、うん、話を、うん、ね、うん、聞くよね。でもさっき言ったみたいに、あの取捨選択がすごいのよ。聞いてる、私聞いてますよ割と。え、聞いてなさそうで聞いてるって言われる。聞いてなさそうで聞いてないやん。他のこと考えてるやん。聞いてますよね、話。聞いてない。あれ。ここは答えてあげて。そうなんだ。そうなんだ。まあ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 、はい、これからそういう感じです。改善したいと思います。はい、はい、まだまだ頑張りたいと思います。あ、終わった。じゃあ完璧じゃないですか、うん、それで。
まあ、最初はあの改善点ありっていう投票が多かったんですけれども、まあ、最後まで今入ったボックスの中のお題、そう全部佐藤さん答えてくれたので、この時間でしかもテンポよく答えてくれたので、まあ、その結果を、見て、皆さん最後最終的にどうだったかっていうのを聞いてみますか。そうラスト投票いきましょう。この短い時間で全部答えました。佐藤さん、みんなそのさ、あの返金は捨てよ、返金は捨てよ、うんうんうん、今日初めてトークイベントで見たってことにしよう。 OK、 全く私の前情報なくね、うん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 、見て喋れてるかどうか、うんうんうん、しかもこの短い時間ででしょ、はい、ということでそういう意味合いを込めて、番号は先ほどと一緒です。1が良かった、2がまだまだ改善点ありということで投票スタート。イエーイ。いや、なかなかね、できたんじゃないでしょうか。私は良かったと思います。もうお墨付きですよ。待って待って、そこまで言ってない。関根さん、うん、めっちゃトークに厳しい。関根さんが厳しくないじゃん。取れました。よく言うよ、関根厳しくないじゃん。お、でもさっきより黄色のボール増えてるよ。やばい、増えてない、増えてる増えてる、願う。それでは締め切り5秒前、4、3、2、1、終了ということで、結果はどうだ。うわー、ちょっと縮まった。うん、2がさっき70ぐらいだったんだけど、今回 61.4。 でもあれ逆にそうなんだ、事前情報なかったら結構やべえと思う。むしろサホちゃん知ってるから笑ってみてる。そうなんだ、そっか、そうなんだ、そっか、そういう人だから、ああいう、なんだ、みんなが私はもう嘘つきっていう偏見だと思ってた。違う違う違う、そういうことじゃなくて、佐保さんの性格だったりとか、その人自身の話し方だったりとか、そういうの分かってるから、あのその内容でも面白い。なるほど、うん、あ、そっか、逆にそっか、知らないと、他のやばい。あっですよね。ですよね。え、時間があんの？ちょっと待って。え、だから変なこと言ってないですよね。ほら。言ってたじゃん。変なこと言ってたじゃん。でもそれはサホがこういう人間だからってことか。あ、そういうことか。ほら、嘘がバレなければ。いけるってことだよね。そういうことだよね。だからバレないようにしなきゃ。いけるいける。みんな、あの、その日はお客様見れるんだよね。うん、はい。嘘だなって思ってみんな笑うの禁止ね。みんなちゃんと、おいいよいいよ、もう借りてそういう意味だったんだ。サホちゃんすごい、嘘、その目で見てね。もうやばい。やばいよ、もうみんな、いやいや、みんなで協力していこうぜ。え、ちなみにこのトークイベントっていつですか？17です、今月の。はい、場所は、ロフトですよね、ロフト9。うんうん、でやります。ぜひ皆さんお時間あったらみんな来てください。ぜひ楽しみ。そうなんですよ、お願いします。みんなよろしくお願いします。お願いします。いやー、緊張する？まだ大丈夫です。でもあさってもあるんですよ、トーク。あ、そうだ、森崎と一緒に、森ティーと出るやつ、うん、そうなんですよね。あ、じゃあ結構今月トーク尽くしなんだね。そうなのよ。わー、ついにですよね、ついに本領発揮する時が来たな。ありましたよ、ついに。もうなんかサホってもんなんだよな、今までの結果でこうやってついに本領発揮って言えるところが。もうなんかそうだよね、いろんな意味で本領発揮だよね、うん、確かに確かに、私は応援してるよ。ありがとう、うん、ありがとう、盛り上げられるように頑張ります。頑張って。でも今日ので結構自信がつきました。え、つきましたよね。ちょっと不安がなくなりましたよ。ありがとうございます。頭抱えるってこういうことなんだなって。本当にやばい、企画をやってくださってありがとうございます。これで自信を持って自信を持ってイベントに行くことで、まだ持つんだ自信が。まだ思さんといて、まだ、あれ、いや、ちょっと、いや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 、エンディングやった。そうだよ、エンディングまでずっと一人喋ってたんだよ。嘘、ちょっとごめんね。いやでもでもでも、クッキーも喋って。
喋ってた喋ってた本当に、うん、逆にすごいですよね、さっきのお題続いてエンディングまでトークを続けられたってことは、これはもう吉田アナとねマンツーマンで話しても十分もうだって軽く20分は喋ってますもんね。いけるいける、みんな応援よろしくお願いします。いけるよ、大丈夫だよ。客席にはあのメンバー4人来てくれるって聞いてます。そうね、スケジュール押さえてるって聞いてますよ。それではよくあるエピソードトークを改めてやってみようでした。サホさん、イベント頑張ってください。頑張りますということでね、やだよ、誰かと見たいエンディングいきたいと思います。気持ちいい、これ気持ちいいよね。今夜もたくさん、コメントやアイテムでのご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後、ランキングの確認をしていきたいと思います、はい、第3位がヤスさんです。おめでとうございます。ヤスさんそして第2位がガンムーさんです。おめでとうございます。そして第1位がアルマジキ、アルマジロカッコカリさんです。おめでとうございます。さあ、アルマジロさん、最後、どちらか選んでいただいてメッセージを送らさせていただきたいと思います。どちらが良いでしょうか。グループ知る入り口、この子っていうのもそれはそれで面白いかもね。うん、確かにそれはそれで面白いかも。どういうこと。なんて言えばいいんだ、まあ、入り口で、うん、まあ、この子を知って入ったっていうのもそれはそれで面白い。トークもそれで好きになったっていうのも面白い。お二人でもいいですか。わ、贅沢だね。じゃあいくよ、うん、せーの、アルマジキ、アルマジロカッコカリさん、ありがとう。すごい、ノー打ち合わせでいけた、ね、10年で見ないであればこんなもんですよ。ということで、アパーペガールズカッコカリからお知らせいきたいと思います。よし、結構ね、あの次回が2月の25日になるの で内容盛りだくさんなの で、ね、ちょっとゆっくりめにお願いします。そう、サホさんがね、さっき順に言っちゃうからね。うん、よろしく、ちょっと覚えといて。覚えとん。さあ、さっきも言いました、はい、さて2月6日19時半から徳井と藤田のザマーミロニーモリティとサホティが出演したいと思います。場所はですね、下北沢ライブハウスどこでもない夜というところで、うんうんうん、トークですね、トークイベントの方を出演させていただきます。はい、そしてそしてちょっと引いた時20話がありましたよ。やだー、どんだけでアットジャムミーツオールナイトスペシャルに出演させていただきます。はい、これはあのオールナイトです。あ、言ってた天然でしたな、うん、深夜深いところで、はい、行わせていただきますので金曜日の夜ですね、夜中。そうなので仕事終わりとかにぜひみんなで朝までパーティーしましょう。ショー。そしてですね、はい、次は9日、2月9日日曜日はアットジャムパーティーに出演させていただきます。はい、秋葉カルチャーズ劇場です。そして続きましてこれかな、2月14日あかねフェス2020新しいあの日々吉祥寺クラブシータです。イエイ。コラボもあります。あります。あ、言っていい、言っちゃったけど、うん、あります。そして2月17日はですね、あ、これさっきのです、うん、これがトークイベントになります。フィベアロット9でアイドルクラブということで、頑張ってきます。みんなさん、よろしくお願いします。そしてですね、2月22日はですね、フェスティブプレゼンツビューフェスおいでませに出演させていただきます。はい、イエイ。おいし、という感じで盛りだくさんですね。
以上ですか。はい、以上です。ありがとうございます。で、ツアーです。ツアーはそう、ツアーはもうスペシャルなので最後に撮っておくということで、ドン。2月15日からですね、ツアーが始まります。2020体感ということで、初日は2月15日新横浜ニューサイドビーチですね。そうです。今は何専攻とかやってますか。ニューサイドビーチが一般発売、チケット一般発売しております。はい、なので、よろしくお願いします。今日もですね、ちょっとリハーサルしてきましたよね。言っちゃうかな、新曜ね、な、ダメなの、ダメなの。そう、新曲やります。言っちゃでございます。はい、もうアプガチームで今マッハで仕上げておりますので、はい、なんとか間に合うように頑張りたいと思います。明日フリーレでございます。よし、頑張ります。まだ歌割りと決まっておりませんが、今夜中に決まると思います。どくらい結構今急ピッチでみんなで協力して仕上げております。めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいよ。めちゃくちゃかっこいいのよ。そう、いい踏んでるのよ。そう、そうなの。めちゃくちゃかっこいい。ちょっとその言い間取りづらいけど。そうだね、楽しみにしててください。はい、あ、そうだそうだ。そうだそうだ。ソロライブ。もう大事なやつ。こうやっぱね、うん、あのこういう順番やるの良くないね。ああ。飛ばしちゃうね。いや、私はこれなんだよなって思いながら。さあ、4月5日、そのあかりのソロライブを、はい、すごい、これ自分でやったの欲しい。そうだよ、欲しい。すごい。帰っちゃったんだよ。かわいい。場所は表参道グランドにて行います。そう、これ題名なんて読むの？ SA2B Determined です。ということで、なんか、未定ですみたいな意味なんですけども、これから決定するみたいな意味の未定なんですけれども、うんうん、そうですね。まあ、あのもちろん内容とか決まってはいますけども、あのこれからのね、あのなんですかね、この公演でいろいろとなんかこうなんだ、新しい自分の中の可能性とかいろんなことをこうなんか未来が決まるみたいな、そういう願いも込めてこういうタイトルにさせていただきました、うん。ですね、まあ、いろんなこと挑戦したいなって思っていまして、まあ、着々とこういろいろとそうあの進めているものもありますし、あります、ね、はい、楽しみにしていてほしいなと思いますので、なんか今までのなんかいろいろと今までこうちょくちょく自分が好きだって言ってるものだったりとか挑戦してきたことだったりとかを、うん、さらになんかこう別の形でみんなに届けられる声にしたいなというか、さらにこう自分のね、あの武器を増やしたいなっていう公演でもありますので、とにかく今結構あの大変なんですけども、準備もめちゃくちゃ楽しいです。だからあのぜひセッキーはあのヘアメイクで来てくれると思う。そういうとこずるいよね。本当にちょっと来てくれるんじゃないかなという。コナちゃんにご飯おごらせる時とかさ、本当にいつもうまいなって思うのが見てんだけどさ、すごいよね。本当にいや、あの来てくれるのかなっていう期待を。そうなんです。いやでもまだあのそう、衣装とか決まってないから、うん、決まったらあのご相談、また改めてオファーはさせていただくと思います。もうずっとやってくれてるんですよ、ソロの旅に。そうなんです。来てあの一緒の時間に入って、本番前に入って髪型作ってっていう。います、私の。よく言ってますよ。ありがとうございます。はい、ね、はい、そう。そう、自分でね、こういうのはソロライブの、うん、あのスタッフさんっていうか、こういう
のは自分で手配しなきゃいけないって言われるからね。そうなの？メイクさん、そう、ヤギマラさんにも、うん、メイクは自分でこうオファーをしろみたいな感じで言われてんの？そうよ、ちゃんとセキュリティ交渉したのかみたいな。そうだよ、本当？そうだよ、あ、本当なんだ。そう、え、なんかさ、去年のさ、うん、あのソロの時もさ、セッキーがなんかゲストで出てほしいみたいなの言ってたの。セッキーもソロやった、うん、なんか連日だったんだけどって言った時に、なんかそれ言われた時に、うん、ちゃんとなんか交換条件みたいな感じで、お前もメイクとか頼んだのかみたいな言われてねえ、交換条件って、私も忘れてて、言ってなかったですみたいな。そこはちゃんとうまくちゃんとそこは2人でやってよみたいな。お互いにこうやり合ってよみたいに言われて、確かにいろんな面を心配されている社長に。そうそうそう、めっちゃ面白い。そのエピソードも、うん、はい、いや最近のアプガってさ、うん、なんかこう今はギリギリのアウトラインで話せないけど、うん、後々喋れば面白いっていう話が結構たくさんあるから。確かに、なんかね、10年後ぐらいに話したい話めっちゃある。めっちゃ面白いんだろうなみたいな話は。でも今は言えないの。そうそうそう、そう、今言ったらアウトだから、うん、10年後話したらめっちゃ面白いっていう話はね。10年後楽しみにしててください。なんで泣きそうなの。面白すぎて。そうそう、結構いいの。面白いのよ。はい、じゃこれからもよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで、はい、はい、古川さんだって。そうなんて、あの、あ、じゃあコナちゃんに電話。でもありだよね、コナちゃんに電話して最後読んでって言ってやるのも。あ、ほら電話かけてくれてる。かけて、一回かけてほしい、ありかどうか。出るかな。だってここに古川って書いてあるんだもん。全然打ち合わせの時点で知らなかった。あ、テレビでいいです。テレビ画面は映さないけど、台本だけ映したい、こなっちゃんに。出るかな、出るかな。充電危なくない？あ、出た。もしもし。もしもし。いや、もしかして。マジ？何？ちょっと一回テレビ電話して。こなっちゃんの映さないから。セリフがあるので。そう。セリフがあるの。そう、こなっちゃんっていうセリフがあるの。読んでください。てか司会がこなっちゃんに変わるの。ちょっと待って、どこって、これか。うんうん。どこだ。顔映してきた。これ映してもいいのかな。マジで。こっから、あ、お知らせ言ったからこっから。ちょっと声大きめで。アップアップガールズかっこかりの公式 YouTube チャンネル。もうちょっと画面離してや。何？が、はい、あの文字切れてるから。はい。あ、はい。アップアップガールズかっこかりの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、各週火曜、揺れてる各週火曜22時からショールームで生配信。次回の配信を見逃さないためにも、どこ？今日笑ってるから何も見えないから。ありがとうございます。ハートマークをクリックして、お気に入り登録よろしくお願いします。次週は？次回は2月25日。はい、見逃さないでくださいね。はい、どうでした2人今日は。楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。よかったよかった、はい、うん、ありがとうございます、まあ、それでは寂しいですがお別れの時間です。はい。それでは以上、アップアップガールズかっこかりでした。バイバーイ。